はい、どうも、上ちゃん TV へようこそ。はい、今回ですね、はい、これですね、この帽子かぶりながらですね、トランプ大統領でですね、まあ、当選確実、祝っていきたいというふうに思います。まあ、もちろんですね、こう分かりやすくですね、この帽子のことを分かりやすくじゃなくて、まあ皆さんにとってですね、分かりやすくですね、この大統領選についてですね、まあ解説していきたいというふうに思います。まあ今まで言われてきた7つの激戦州ですね、こういったこと、そしてですね、まあハリスさんの牙城にですね、トランプさん、バーン行ってですね、演説をぶちかましました。そういったことどうなったのかという話ですね、そういったところまでですね、皆さんにご説明していきたいというふうに思います。あ、それとプラス、アメリカのですね、まあ、選挙制度というものをですね、まあ同時にですね、皆さんにお伝えしていきたいというふうに思います。ちょっとね、これね、やっぱ暑いのでこれね、でもいいでしょうこれね。まあ私もね、まあ、トランプさん応援するのにですね、前回の何ですか、あ、そっか、暗殺の時にこれ作ったんですけども、はい、これですね、作ったんですね、これね、いいでしょう皆さんね、これね、はい、段ボールでこれ作ったんですよ。でいうことで、ちょっと、ね、暑いので、ちょっとですね、これちょっと外してですね、ちょっとね、話を進めていきたいというふうに思います。はい、ということで、まあこういったことでですね、まあ勝利宣言されましたけども、まあ皆さん、あのアメリカの大統領選挙、まあ仕組み分かります、わかります。まあちょっと初めてね、こういった大統領選、まあ体験された方にちょっとね、まあちょっと説明していきたいというふうに思います。まずですね、日本のまあ総裁選ですね、総裁選、まあ総裁選と比べますと、まあ全く違うというものですね。まあアメリカ50州ございますけども、まあそういった州、一つの州で、まあ投票してですね、そしてそこの州の大統領を決めるという感覚ですね。ですので、こういったた州の、まあ選挙人と言います、選挙人と言っています、まあ人数、まあ人口に、沿ってですね、選挙人という人たちがですね、まあ数十人とか数人とかこういるんですけども、そういったところがですね、この選挙人のその数をですね、まあ投票で勝利した場合、総取りしていくんですね、全部総取りしていくんですね。ですので、こういったものですね、こういった点々があります、これですね、こういったもので、まあこの、まあ、人数を総取りしていくというものなんですね。ですので538人選挙人いるんですけども、270人以上超えるとですね、まあ、勝利ということになってるんですね。はい、ですので、今回のこの選挙人制度っていうのはですね、日本では全くもうなんかよくわからない制度ということになります。前回のですね、まあ、ヒラリー・クリントン、そしてですね、トランプさん、これ戦ったんですけども、実はですね、まあ、トランプさんのこの選挙人、の得票数がでかかったと、大きかったということで、勝ったんですけども、実はですね、この投票数ですね、数、投票の数ではヒラリー・クリントンさん勝ってるんですね。でもこの選挙人制度というのがあって、そしてそこで勝利して選挙人を獲得した数で決まりますので、そして、まあ、トランプさんが当選したということなんですね。ただ毎回毎回ですね、この競っている州というものがございます。まあ日本でもですね、の選挙、まあ、衆議院選挙でもそうなんですけども、まあ、毎回毎回ここは勝っているとか、毎回毎回ここは競っているとかですね、まあ、議員さんがですね、どんどん変わっていくとか、そういうところありますよね。でも、まあ、でもというか、まあアメリカでもですね、そういったところがあるということですね。まあ、激戦州があったりですね、もう確定している、もう選挙始まる前からもう民主党が勝つのか、共和党が勝つのか、そういったところが決まっているというところですね。そういったところも含めてですね、ちょっとね、説明していきたいというふうに思います。これがですね、まあ、選挙投票日前のですね、ちょっとデータをお見せしたいと思います。これですね、前回の動画で、まあ、言ってることなんですけども、せーの、ドン。はい、ということで、もうほとんど真っ赤ですよね。ほとんど真っ赤です。激戦州7州というのがございますけども、50州のうちにですね、43州はですね、もうほぼ決まっていたということですね。はい、これですね、これがですね、7つの激戦州、黄色のところですね、この黄色のところが激戦州ということになります。ですので、まあ、ほぼ、まあ、トランプさんがちょっとね、優勢を期していたということですね。そしてもう一つのニュースというのが、せーの、ドン、これですね。アトラス・インテルという、まあ、報道機関があるんですけども、ここでもですね、まあ、トランプさんがですね、まあ、優勢になっていたということですね。ですので、まあ、ノースカロライナとかはですね、プラス 3.4 とかですね、こういうふうな感じで、まあ、トランプさんも優勢が、ある程度報道されていたということですね。
はい、ということでこのですね激戦州7つの激戦州、皆さんこれお名前ね、名前ね、この激戦州って聞いたことあると思うんですけども、ここのですね今回の結果というのをですねちょっとね、見ていきたいというふうに思います。まずですね、はい、ノースカロライナですね、トランプさんですね、もう当選確実というふうになっております。51.0%、カマーラ・ハリスさん、47.7% ということですね。はい、そして、ジョージア州ですね、はい、ここが 50.7%、そしてですね、カマーラ・ハリスさん 48.4%、ここも取ってるということですね。はい、3つ目の激戦州、ウィスコン州ですね、49.7%、そしてハリスさんが 48.7%、僅差ですけども、勝ってるということですね、選挙人10票ということですね。もともと民主党が強い、ところであります。ですので、ここで、勝利したということはですね、大きかったということですね。はい、そしてですね、ミシガン州、まだまだですね、ここですね、当確は出てるんですけども、判定が難しいというふうになっております。選挙人15票ですね。はい、そしてですね、アリゾナ州、ここもですね、判定が難しいということになっております。11票ですね、59.9%、そして 47.2% ですね。はい、そしてですね、ネバダ州ですね、51.5%、46.8%、選挙人6票ということですね。はい、ここですね、ペンシルベニア州ですね、ここはですね、選挙人19票、そしてですね、50.7%、そしてカマーハリスが 48.2% ということでですね、ここのペンシルベニア州というのはですね、この大統領選、勝敗を分けるという州だということですね。ですので、このアリゾナとかですね、ネバダとかですね、これ州あるんですけども、激戦州あるんですけども、この、結果というのが、このペンシルベニアにも影響してくるという、お話というのがありました。はい、そしてですね、トランプさん、この激戦州というのはですね、もう制覇したかなというふうにですね、投票日前ですね、確信してると、してたということなんですけども、ですので、ハリスさんの牙城、ハリスさんの牙城までですね、これ、攻め入っていったんですね。ハリスさんの牙城というのが、せーの、ドン。はい、ここですね、ニューハンプシャー、そしてバージニア、この水色のところですね、このバージニアというのがですね、トランプさんこう乗り込んでいったんですけども、ここでですね、どうなったのかというところまでですね、お伝えしたいというふうに思います。そしてメイン州ですね、そしてミネソタ州、ニューメキシコですね、ここもですね、トランプさん乗り込んでいきました。はい、ということで、はい、ニューハンプシャーはですね、ちょっと取り損ねてますね。予想される勝者ということで、カマラ・ハリスさんが 51%、そしてトナルド・ダランプが 47.8% ですね。はい、バージニア州ですね、乗り込んでいったところですね。負けてます。カマラ・ハリスさん 51.7%、トランプさんがですね 46.5%、 なかなかで、ただですね、このバージニア州というのは民主党の牙城ですね、でここまでですね追い上げたというのはやっぱちょっとすごいですよね。はい、言い方考えればそんな感じですよね。はい、はい、メイン州はですねちょっとね判断するにはまだ早いということになっております。民主党の牙城ですからね、ここまで、行ったというのはすごいかなという話もあります。私が勝手に言ってますけども、はい、ミネソタもですね、やっぱり、カマラ・ハリスさんがですね 51.1%、トランプさんが 46.7%、やっぱり守りきったということですね。はい、ニューメキシコもですね、カマラ・ハリスさんが取ったということで 51.6%、そして 46.1% ということになります。はい、ということでカマラ・ハリスさん223ですね、そしてドナルド・トランプさんが276と、はい、いう結果になったということですね。これは選挙人の数ということですね。はい、ということで、前回とですね、ちょっとね、今回の選挙ちょっと違ったというのはですね、やっぱり2人の登場ですね。イーロン・マスクさん、ね、イーロン・マスクさん、こう出てきましたけどもね、皆さんご存知、イーロン・マスクさん、もう世界大富豪ですよね。はい、このイーロン・マスクさんがですね、ペンシルベニア州でですね、期日前投票に行きましょうとかですね、そういったことをですね、どんどん訴えておりました。この期日前投票というのはですね、日本でもですね、期日前投票あります。そしてですね、なるべく早く期日前投票いたしましょうと言ってですね、ちょっと気が変わらないうちに
早く投票しましょうということなんでしょうけども、まあそういったことで、まあここの、まあアメリカの大統領選でもですね、まあ期日前投票に行きましょうと、共和党もずっと言っておりました。というのはですね、もともと共和党というのはですね、この期日前投票というのはあまり進めてなかったというか、まあ言わなかったんですね。でも、まあ民主党はですね、ずっとこの、期日前投票行きましょう、行きましょうとですね、ずっと訴えておりました。それをですね、ちょっとね、共和党も言い始めたということですね。イーロン・マスクさんずっとですね、まあ選挙期日前投票行きましょう行きましょうというですね、まあバックアップしてたということですね。はい、そしてロバート・ダニエル・ジュニアさんですね、まあケネディ、ね、元大統領のですね、まあ甥っ子みたいな方なんですけども、この方ですね、まあもともと大統領候補としてですね、最初名前が挙がりましたけども、民主党系ですね、もともと民主党系なんです。でもですね、まあトランプさんのですね、まあチームユニティね、6レンジャーというのがありますけども、まあ、これにですね、まあ、参戦したということですね、まあ、チームを作ったということですね、チーム団結ですね、ユニティ団結、まあ、そういったことで、まあ、6レンジャーの中に入ってきたということですね。でこのロバート・ダウニー・ジュニアさんですね、まあ、ケネディさん暗殺ありましたけども、まあ、こういったことで、まあ、まだいろんな資料は出てきてませんよね。ですので、この方トランプさんが取ったらですね、まあ、このロバート・ダウニー・ジュニアさんね、こういった文書のですね、開示というのもしてくるんじゃないかなというふうにね、まあ、今言われております。はい、ということで、まあ、ケネディ、ね、さんが、まあ、暗殺された真相というのがですね、これでね分かってくるかもしれません。まあ、もともとですね、まあ、ケネディ、ね、さんはですね、まあベトナムで戦争でしたっけ？ベトナムでしたね。の、まあ、もともと、なんていうんですか、参戦する気はなかったんですね。調査に行けと言ってたんですけども、いきなり軍を出したんですね。はい、知らず知らずのうち、大統領が知らずのうちもう軍を出したということですね。まあ、これディープステートみたいな感じの話になってきますけども、まあ、そういったことで軍を出してしまったということで、これをですね、まあ、やめさせようと、まあ、言い始めたんですね。まあ、その段、まあ、ちょっと暗殺されたということなんですけど、その辺のね、まあ、真相というものをですね、まあ、暴いてくれるんじゃないかなというお話ですね。まあ、ちょっとね、あまり、まあ、YouTube でちょっと言うこともできませんけども、9-11 ファイルとかね、そういったこともちょっと、まあ、そういったファイルがあると、そういうの、まあ、開示をですね、してくれるんじゃないかなという、まあ、お話ですね。はい、それとですね、今回ですね、あの黒人さんですね、黒人さんのですね、まあ、取り込みにですね、ちょっとね、トランプさんちょっと成功しました。まあ、今のアメリカというのはですね、この黒人の方々の汗と血によってですね、まあ、築き上げられたものですね、言い換えればですね、まあ、皆さんご存知かどうか分かりませんけども、まあ、第二次世界大戦ですね、アメリカで戦った時、まあ、最前線にこう攻めてくるのは黒人だったんですね。実は黒人だったんですね。ですので、日本人もですね、あれ白人じゃねえぞと、なんか真っ黒いやつが攻めてきたみたいなね、そういったことがあったんですけども、はい、ですので、そういった風に危険なところは全部黒人が行ってたということで、まず汚い仕事もまあ黒人がするとか、そういったことですよね。で、そういったことでアメリカというのは発展してきたと。ね、で、ここで、まあ、トランプさん、黒人をですね、ちょっとね、まあ、優遇しましょうと、まあ、普通度にしましょうということですね、そういったことで、黒人の票というものをですね、まあ、中間層の票を、まあ、取りまとめたということですね。まあ、こういったことはですね、ハリスさんもやってたんですね。ハリスさんといえばですね、ちょっと、ね、黒人っぽいような感じがありますけどね、まあね、見た目ね。でもあの方はですね、インド系なんですね。まあ、お母さんがインド、そしてですね、お父さんがまあ、黒人の方なんですけども、まあ、そういったことでマイノリティみたいな感じでね、まあ、前に出てきたんですけども、まあ、本当はですね、カリフォルニア州で、まあ、頭角を現してきた方なんですけど、ハリスさんね。で、ここはですね、ちょっとね、黒人のですね、ちょっとね、市長さんとちょっとね、あれしちゃって、なんていうんですかね、そして、まあ、バックアップしてもらったということですね。それから、まあ、黒人の支持が増えていったという話なんですね。ですので、もともと、まあ、インド系ということなんですね。そして、まあ、ハリスさんといえば皆さんご存知、バイデンさんの代わりにですね、副大統領からヒュッとなったということで、まあ、ね、選挙に選ばれていない人が大統領候補になっているということもですね、アメリカの中ではですね、この審査基準になっていたということですね。ですので、このハリスさんの話にちょっとね、なってきましたけども、まあ、ハリスさんの致命的な、
まあ失策というかな、そういうのがありますけども、まあ移民問題ですよね。はい、移民問題で、まあなんて言うんでしょうか、まあ被害者が出た時にですね、まあたった一言 I'm sorry と、I'm sorry というふうにですね、まあ言ってしまって、他のことがですねあまりもう触れなかったということですね。そこにですねやっぱり移民問題で、苦労している人たちカチンと来たんですね。まあそういったことで、まあもともとハリスさんというのはですね、この移民問題に消極的だったんですね。ですので副大統領の時なんかも全然こう行かなくて、最終的にちょっと行ったかなという感じなんですけども、まあそういったことで移民問題というのはあんまりね、まあ浸透してました。ですけども、まあ討論会でですね、討論会というか、まあ、まあ対談、テレビの対談でですね、まあ質問されたんですね。移民問題のことについて質問した、あまりにもですねちょっとね、質問が多かったんで、まあ答えられずにですね、80ページのレポートがあるのでそれを見てくれと言ってしまっちゃったんですね。ですのでこういったことで、なんか日本でもですね、前回これ言ったんですけど、なんか日本でも同じことがありましたよね。小泉進次郎さんね、まあ質問されたんですけども、なんか違うとこから引き出しから出してですね、まあこれをポッと出したということで、なんか答えになってないよっていうところがありました。まあこういったことで、まあ移民問題全然こいつ知らないなというのがバレてしまったんですね。そういったことで、まあ票の失速というのがですね、まあ始まったということですね。ですので、まあ質問されてもわからないことは笑ってごまかしていたというのがもうバレバレになっていたということなんですね。ですのでね、こういったことで、まあハリスさんに移民問題任せるよりもね、トランプさんが壁を作ってくれた方がいいということで、まあトランプさんの方にですね、移民問題で、まあ苦労している方たちはもうトランプさんの方に入れ始めたということですね。まあこんな問題が起きるや治安がこんなに悪くなるのならもう壁を作ってくれと、もう本当に壁を作ってくれというふうにですね、まあ願ったということですね。はい、ということで、こういったことで、まあアメリカ大統領選も決まりましたけども、まあ、結局はですね、ハリスさんの牙城というのは全部崩すことができませんでした。そしてですね、ただ7つの激戦州というのは、まあ、全て制覇したと。まだちょっとね、データが出てきてないところあるんですけども、まあ、当確が出たということは、まあ、そういったことだなというふうに思います。はい、そしてですね、この日本への影響ですよね。これ日本の影響、これかなりありますよね。はい、今石破さんが政権取っておりますけども、まあ親中派ということでアメリカの方でもですね知られている方ということでですね、まあ日米の首脳会談とかそういったことがいつね、起きるのかな、できるのかなということですね。まあ今後のですね総裁選決めるのにですね、このアメリカの大統領選挙トランプさんになったということで、日本のその総理大臣に、誰がなるのかというのがちょっと影響してくるかなというふうにね、まあ思っております。まあ日本で言いますと、まあ国民民主党玉木さんですね、まあおられますけどもね、まあエマニュエル坊やと明日かな7日明日になんか会うかもしれないというふうにですね、言われておりますけども、まあこういったことで、まあもうエマニュエル坊やなんかもう忘れた存在ですよね。もう今からどうしようもない、もう別にいらないよっていう感じの方とですね、まあ玉木さん会うということで、まあでやれやれという感じですね。はい、ということで、まあ今度ですね、まあ石破さんになるのか玉木さんが総理になるのか、まあ野田さんがなるのかもうこれね、分かりませんけども、まあ連立の方法でですね、これ決まってきるというふうに思います。はたまたまあ高市さんがなるのかですね、まあ今はですねなんか衆参ね、同時選挙というお話もねちょっと出てきておりますけども、税金を無駄遣いするなというふうにですねちょっと私なんか思いますけども、まあそういったことで、まあアメリカのトランプ大統領これ決まりました。このトランプ大統領に、まあ物が言える、そして対峙することができる、そしてですね、仲良くできる人ですね、そういった人が、まあ総理大臣になってもらいたいかなというふうに思います。まあね、やっぱ高市さんがなるのが一番いいんですけども、なかなかね、まあ高市さんの高市派ですね、高市派の人たちがちょっとね、腰を上げないということですね。もうなんか徐々に上げてるのかもしれませんけどもね、耳に入ってるのこないだけで、まあ戦略というのも練られてるのかもしれません。はい、まあ萩生田さんとか、まあ世耕さんとか、まあ世耕さんね、今度ね、参議院選挙になると、まあここのですね35人ぐらいでしたっけ、その人たちのまあ力というのがですね、まあ
影響してくるということですね。はい、ということで、まあ、トランプさんですね、これも、まあ、大統領になったということでですね、ここに影響が来るということで、まあ、トランプさんといえばですね、まあ、減税とかですね、それとか社会保障費、まあ、減税とかですね、社会保障、まあ、あれは税金ですからね、そういったものも下げるとか、そしてですね、チップの、まあ、こういったもののですね、税金も取らないとかですね、そういった政策もございました。まあ、ちっちゃな政策ではございますけども、まあ、減税というものがですね、アメリカでもこうやり始めるとなると、日本もですね、そういった流れが来るということですね。そして、まあ、例えば、まあ、イーロン・マスクさん、ちょっとね、中国で EV 車作ってますけども、そういったところもちょっとね、ちょっとね、問題というのはちょっとあるかもしれませんけども、まあ、イーロン・マスクさん、まあ、政府のですね、効率化委員会、まあ、効率化、まあ、庁みたいなね、ものをですね、ちょっとね、作るというふうに言われておりますので、ですので、まあ、どっちかということですよね。まあ、無駄遣いをしないということですね。ということは、ちっちゃな政府ということになってきます。まあ、そういったものをですね、まあ、やるということですね。それとですね、まあ、この先ほど言った移民問題ですね、こういうのが解決するということですね。まあ、厳しくしていくということでしょうね。バン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 入れないようにするということですね。ということは、日本もですね、この移民問題、バン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 入れないようにするということに徐々になってくるというふうに思います。それとですね、まあ、脱炭素ですね、アメリカですね、シェールガスとかいろいろありますけど、そういった脱炭素をやめるということですね。はい、カーボンニュートラルやめるということですね。そういったことで日本にも影響してくるんじゃないかなというふうに思います。逆に言うとですね、まあ、中国の太陽光パネル、逆にバン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 今以上に入ってくる危険性というのがありますよね。売れ残るから。だからそういったところもですね、ちょっとね、政権交代したらもう日本も買わないよとね、日本の企業ね、太陽光パネルやってる企業もあります。そういったところはね、再エネ賦課金自分の企業で出してくれというふうにですね、なったらいいかなというふうに私は思っています。あれでですね、電気代がガバガバ上がってますので、儲かってる企業がもう出せっていう話ですよ。もうあれはですね、もともとですよ、まあ、軌道に乗るまで、このシステムが軌道に乗るまで皆さん助けてくださいって言ってですね、国民からですね、まあ、月1000円とか1500円とか皆さん取られてるわけなんです。年間に1万5000円とかそういうふうに取られてるわけなんです。我々バックアップしてきました。もうこれね、皆さんももうずっとね、もう何年経つでしょうか、この再エネ賦課金、まあね、こういったことをバックアップしてきました。ですので、まあ、麻生さんね、まあ、いろいろ麻生さんね、問題になってきておりますけども、これもね、相当前からこれ話あったんですよね。この YouTube チャンネルでもですね、ここ佐賀県から配信してますので、麻生さんの問題というのもですね、これずっと言ってきてました。ということで、環境破壊をですね、やりながら、そして環境のことについて、こういったことでやっていくという、なんか矛盾している政策ですね。再エネ賦課金、そしてですね、この脱炭素、のがあります。こういったこともですね、まあ、トランプさんがこう変えていくようになれば、日本も変わっていくだろうなということですね。はい、ということで、アメリカが変われば、アメリカが、まあ、風邪をひけば、日本はくしゃみをするということですね。もっともっとですね、アメリカ、そしてですね、世界がですね、まあ、平和になれば日本も平和になるということですね。はい、まあ、もともとですね、まあ、共和党が取ればですね、まあ、世界は平和になるという、まあ、こういったこともございますので、民主党が取ればですね、世界は、まあ、混乱するということですね。ですので、今までずっと混乱してきましたよね。これが、もうガラリと変わっていくということですね。ですので、まあ、希望というのが、まあ、見えてきたということですね。ですので、日本もですね、この希望というものを見せてもらいたいかなというふうに思います。しっかり保守系の人が取っていただいて、そして日本もですね、日本人が暮らしやすい、まあ、国にしてもらいたいというふうに思います。はい。ということで、今回ですね、この辺で終わりたいというふうに思います。それではまた皆さんと何かありましたらお話していきたいというふうに思います。それではまたお会いしましょう。じゃあね。